もくおいしいきのこ、今日もみんなでクッキング。本日のレシピはビールのおつまみに最高、エリンギの唐揚げです。それではレッツクッキング。今日の食材はこちら。まずはエリンギを横半分にカットして、厚さを3等分にスライスしていきます。次にポリ袋に醤油大さじ1、みりん大さじ1、おろしにんにく小さじ1/2、おろし生姜小さじ1/4を合わせていきます。そこに先ほどカットしたエリンギを入れて軽く揉み込みます。揉み込んだら調味料をなじませるため約5分置いていきましょう。5分置いたらエリンギの水気をペーパーで除き、片栗粉大さじ2をまぶしていきます。ここで今日のポイント、片栗粉は全体にまんべんなくまぶすことで衣がカリッと仕上がります。片栗粉でエリンギをコーティングしてあげることで油跳ねもしにくくなりますよ。いよいよ揚げていきます。お鍋にサラダ油を入れて170度になるまで熱してください。170度になったらエリンギを加えて揚げていきましょう。衣がきつね色になってこんがりと揚がったら油を切り、器に盛り付けてレモンを添えていきましょう。こちらで旨味がじわっとエリンギの唐揚げの完成です。外はカリ、中はジューシー、鶏の唐揚げにも負けない美味しさのエリンギの唐揚げで晩酌をお楽しみくださいね。この動画の他にもフリッターや天ぷらなどお酒に合う揚げ物レシピがたくさんあります。詳しくは概要欄をチェックしてくださいね。皆さんぜひ作ってみてください。本日のきのこ図鑑、長野県中野市はえのきたきの生産量日本一のきのこ王国。産地がお届けする中野きのこ新聞にはレシピや産地情報が満載です。ぜひチェックしてみてください。今週も見てくださってありがとうございました。皆さんからのレシピの感想や作ってみたレポートなどコメントもお待ちしております。それではハブはマッシュデイ、ご視聴ありがとうございました。きのこチャンネルならではのレシピをお届けします。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。もくもくおいしい